ッキー Google アラームを止めて。日本の乾燥の仕方えげつない。
ちゃくちゃおすすめです。朝にこうなんかスプーンですくってなんかもうちょっと冷たくなってる感じのこうヨーグルトを食べるのが今冬だからちょっと辛くて、でどうしようかなと思ったんですけど、これだったらもうこういう感じとろーっていくんですよ、うん、でこれに私は今ちょっとかなり蜂蜜が凍ってきてしまってるので、こういう感じね。本当にこれが正しいのか。なんでこれだけしか出ない。よいしょ。これぐらいね。あのレクチャーやこれも絶対合ってないよ。でこれにこのヨーグルトに適当にこうやってやるだけ。なんかブルーベリーとか余裕があるときはかけるんですけど、寒いからね、これ寒いんですよ。だからもう今ヨーグルトにその温めた蜂蜜だけです。まあ、温めるっていう行為も必然的なものではなくて仕方なくやってるような感じなんで、皆さんに真似していただけるかどうかなんですけど、そうご飯食べてる間に部屋温めよう。今ちょっとコテ故障しててこの海外対応にできるビダルザスーンのものを使ってるんですけれども、まあショートにはこれぐらいでいいかなって感じ。こういう感じで混ぜて食べます。おいしい。なんか本当に生乳感があってすごい美味しいんですよ。うめえ。
準備ができました。マジでこれしもう畳み方ミスってさ、しわくちゃになっちゃったんだけど、まあいっか、そういうこともあるよねっていう。え、これもしかして裏、うん、違う、やべ、まあいっか。今日はこれを使います。3のリリカルリップブルーム06番です。精油が入ってるので結構こう混ぜないといけない。これも持っていかな。水はあっちで会社で入れます。よっしゃー、はい、ということでですね、皆さん1時間ぐらいで私の毎日のルーティンはこんな感じになります。まあ何の変哲もない感じなんですけれども、それでは行ってきたいと思います。さようならー。